今回の有馬、いや、フレンドにあのいつも俺が使ってるごとつの最強の鳴上有馬の人がいるんだけど、その人がもうその日のうちにあの今回の誕生日カネキとその誕生日有馬をごとつさせて出してくれてるから使ったんだけど、なんかね、いまいちなんかねピンとこなかったんだよな。やっぱフランっていうポッキーうめえ。正直クリティカルが出たターンだけ 200% にアップだから、クリティカル出ないといけないし、だったよな、確かそうだったよな。なんかクリティカルを出すためにそのアタッチメントをつけてたら結局火力アップのアタッチメントがつかなくなっちゃうから、その点どうするんだろうと思って。いやまあでもまあ様子見だけど、今まだいまいちピンとこないんだよね。これあれどこだっけ、そうクリティカル発生時、しかもそのターンの間だけなんだよね。で自身の攻撃力を 200% にアップだから、まあまあってか、まあって感じ。バースデー交換はとりあえずアキラを交換しとけば火力の底上げにはなると思う。グルカルはあの昔発売されたスーパーファミコンっていうゲームのソフトなんですけど、なあこいつな、ちょっとたまりにくかったんだよな、そのスキルゲージが。それでなんだっけ、あの EX カネキのアタッチメントをつけたらいいんじゃないかなと思ったんだけどいやそんなんつけてたらやっぱ火力が足りなくなって微妙なんじゃないかなって。まあ俺が言ったクエストがあのトーカーの S のやつだったからあれなんだけど、そう、うん、分からん、とりあえず全然分からん。アタッチメント付け替えてるもん、みんなめっちゃ。こんばんは。いや正直チケットはアキラ取って、アキラを取って、アキラ持ってなかったらアキラを取って、てかアキラをごとつさせることができそうなんだったらもうあれだよね。アキラは覚醒じゃねえわ、なんだっけあれ、なんて言うんだっけ、あの覚醒じゃねえわ、なんだっけあれを今回3枚交換して5にできるんだったらあれ取った方がいいと思うんだけどな。誕生日ひなみか誕生日トーカーでしょ。誕生日トーカーも強いっちゃ強い。いや別に俺インボケの話するつもりないけど、でもなんかもうみんなグルカルもうどうでもいいわみたいな感じでインボケやっちゃってるから、もうインボケの話が することね正直もう傷癒えたでしょね。もうインボケあれでしょ、だいぶついていけるようになったでしょ、インボケに体馴染んだでしょ、体と目が。
もういいでしょ、さすがに。いや正直ね、まあ、最初は俺もさすがにインボケめちゃくちゃディスってたよ。あのゴミゲゴ毎日これゴミだなと思ってたけど、まあ半年もすればだいぶ、いやでも運営もね、多分見てっから、ツイッター、インボークだってあいつぶやくときさ絶対ハッシュタグついてっから見てないはずないんだよ。だからなんか文句言うときはシャープリインアンダーラインリ、インボークをリアンダーラインボークがつけると多分運営見てっから。で最初なんだっけな、リトライボタンとか、あとあなんだっけな、あとなんかね、そう細かい効率の悪い機能をな改善しろみたいな感じのことで多分みんな書いてたから、それをこう順番に直していったみたいな感じなの。だいぶ直ったから、文句言うときはシャープリアンダーラインインボークをつけて言うと、まあ、多分直ってくれる、みんなが言ってると。一人個人的な変な意見とかは通らないと思うけど、メールとか下手に送るよりか。まあ誕生日、去年の誕生日はさすがにね、ぶっ壊れっていうか、明らかにおかしかったから、あの2体だって、 あのなんだ、何カネキだっけ、あれ赤眼カネキだっけ、なんか黒カネキが椅子に座ってなんかちょっと左目がうずくぜ、左目か右目が忘れたけど、どっちかになんか指当ててうずくぜみたいなポーズの後ろに、白カネキがなんか指パキしながらこっち見てるみたいな超イキリイラストだったのと、あと攻撃を3回無条件で避けるチートアニマ、あの時点でもうおかしいなって思ったけど、そんなおかしいなという気持ちを払いのけるかのような欲しい欲求の気持ちが大きすぎて引いたけども、まあ、2月の終わりぐらいかな2月の終わりぐらいにサービス終了の告知がね来てたけども、あ、そうイラストで思い出したけど、インボークも最初の御三家のイラストやばかったでしょ、金木と綾人とヤモリ、まあ、ヤモリはまあまだちょっとマシかな、ほんまミリマシミリ、他の2人ぐらいで、アヤトとカネキのあのイラスト当時ダサすぎてボコボコに描かれてさ、で最近やっとちょっとなんかちょっとイラストもマシになってきたかなみたいな感じになったけどさ、あの御三家の最初の3体のイラストうんちでしょ、さすがにこう言っちゃ悪いけど、そこは改善しなきゃいけないのかなと思って改善したのかもしれないけど、クオリティ低い 3D モデル、え、インボーク別にクオリティ低くなくない 3D モデル、イラストの話マシっていうか普通イラストでしょ、白猫プロジェクトでさえさ、動くのは 3D キャラだけどちゃんと専用のイラスト用意されてるかな。でも運営が言うにはインボークのあのやつも一応イラストらしいで一応な、俺はなんか 3D キャラの適当にポーズ組ませた時のスクショかと思ったけど、インボーク楽しいですよ。いや最初は楽しくなかったけど最近は、え、だっていやそれは最初は仕方なくない、そこをどう乗り越えるかじゃない、
あのやり込み要素が出てなかったから。何が落胆したって、あそこまでグルカルで、あのなんだろう、あそこまで話が進んだのに、また最初から今イベントまたやってんじゃん。最初から、最初あのなんかあのほらトーカーと窓さんのイベやったりとか、月山のあの月山と錦のイベントやったりとか、グルカルでそれ散々やったっつーのってやつをまた最初からたどるから、だいぶ荒れたけども、インボークのひなみのイラストは別に嫌いじゃないよ、ね、インボークのひなみのイラストは別に嫌いじゃない。特に誕生日ひなみ、誕生日ひなみはスコだよ、スコ。インボケで強いキャラって言われたら、それは何？アタッカーで強いキャラ言えばいいの？うん、お前らの言う強いが分かんねえ俺には。俺は強いとかそういうんじゃなくて、あのただそれが好きかどうかで使ってっから。それはクリアするためには強いキャラもいるよ。何を強いとするかだよね。何簡単な突破力で言えば、普通に有馬とか使えばいいんじゃないの。こいついるだけで難易度変わる的な気が。それ有馬でしょ。あれも強いと思う。フェスゲンのあのどっちか分かんねえんだよ。空腹かな。あのレインコートみたいな黄色いカッパみたいな着てて、あのヒデ、錦がヒデをぶっ飛ばした時にカグネ出した時のカネキのやつ。フェスゲンのカネキだ。フェスゲンの狂気カネキじゃない方。狂気わかんねえ。あれも強いと思うけど、そんなの許せないカネキ、そんなの許せないカネキで、今回の誕生日のカネキ、俺呼び名何にしようかなと思って、でいつもあの動画のサムネを作るときに俺絶対自分で呼び名を決めるんだけど、今回のさカネキの名前が、ちょっと待ってよ、今回のカネキの名前がこれ苦痛と狂気の果てカネキ剣なんで、苦痛カネキって言っちゃうと苦痛と狂気っていう名前だから、狂気どこ行っちゃったんだよって、逆に狂気って言うと苦痛はどこ行っちゃったんだよなって、結局このこいつのアタッチメントのグールの自覚っていう名前だから、もう自覚カネキって呼ぶことにしました。以上。なんかなんだろう、いや俺カネキまだ使ってないんだけど、まだアタッチメントつけてないし、あのコーヒー食わせてレベル上げただけだから使ってないんだけど、こいつってカグネで攻撃する？通常攻撃ちゃんとこいつカグネで攻撃してくれるの？あのブレイクした時とかじゃなくて、ただのこのこいつアタックポイント何もだっけ？ 1 だっけ？ 1 の時ちゃんとカグネで攻撃する？まさか殴りじゃない？いやでもまあ原作ではこう殴りのシーンだけど、ここ殴る？じゃあここカグネで攻撃する？
あれはあのスキルを使った時の、え、スキルを使った後にカグネを出した後の何あの攻撃って何、え、わかる、言いたいこと。スキル1回目使うじゃん、カグネ出るじゃん、でカグネ出た後のスキルって何、攻撃、いや攻撃しかないよな。まさか誰も使ってない説。カネキスキル出して覚醒した後の攻撃って攻撃、あ、飛んで叩きつけるやつ、飛んで叩きつける、あれ書いてたっけ、あれ俺見てないのかな、あ書いてるじゃん、敵前衛にブレイクダメージって、え、ちげえわ、え、でもアタックダメージはなくない、いや400アタックで200ブレイク、え、嘘、俺なんかブレイク150のダメージ、あ、これあれか、あ、なるほど、そういうことね、これはやっぱ1回目のカグネ出すタイミングの150の前衛にブレイクダメージね、それって前衛、前衛に攻撃なの、いや、その300万ぐらい出るのはそれはあれでしょ、調整でしょ、個人の。アタッチなしでの300万だったらすごいけど、コーヒーとあのそのオールアッパーとかのガチャさんアタッチとかそういうアタッチつけてない場合の300ならすごいけど、そこは調整次第か。覚醒後は単体、なるほどね、え、なんかさ、いつだっけ、あの長らく登場してこなかったキャラが出るのっていつだっけ、なんか長らく登場してなきゃしてなかったあのキャラがみたいな、あれいつ来るんだっけ、え、俺20日ぐらいだと思ったんだけど、いつ、日にち的にいつ、26？ え、26だったら次のメンテだよ、次の火曜日でしょてかさ、この回らなきゃいけないイベントでさ、あのスタミナがっつり持っていかれるの、駆逐をさ同時開放、あ、なんていうの、開催するのやめてほしいよな。これ見てろ、これ駆逐が終わったら次何が始まると思う、教習が始まるから絶対1週間置くかもしれないけど、いや駆逐やってるの、駆逐やってないでしょ正直、もう SSR オールアッパーはドロップもするけど、ショップで交換したりすればいいんじゃない、俺はドロップでしか集めないけど、ドロップと教習か、前回これ駆逐あれでしょ、黒岩と篠原取ってない人地獄でしょ、なんかもう前回取ってる人はあのフェスチケと何、あ、オールアッパー系か、まあ共鳴剤ガシャチケ石あたりを交換すればいいやみたいな感じで思ってると思うけどこの2人交換してない地獄でしょ、普通に2人っつか、岩っちょだけか、こんばんは、え、ストーリー新しいの来てたの、嘘、全然見てないんだけど、ちょっと見るわ、え、来てないじゃん、え、俺がクリアしてないからか、来てないんだけど、え、何これ、俺がクリアしてないから、こんばんは、黒岩は取っといた方がいいと思いますね、
21出てんのもそれなんか1ヶ月ぐらい前じゃない？ストーリーシャープ21がさ出たの1ヶ月ぐらい前じゃなかった？22来てんの？22は21クリアしないと出ないの？さてはそういう仕組み？俺まだなんで言うハードの次すら出してないの。ハード1回もやってないけど。22来てんの？告知あった告知あった？何やそれ、しれっと追加みたいなことすんの？ちょ、ツンデレかよ。ツンデレかよ、お前。なんかその、言わずに、しれっと何、この、実はみたいな、ツンデレなの？まあ俺全然やってないんだけどね。石回収しようと思ったらできるんだけど、ストーリーに時間割く暇ねえんだってマジで。イベントもどんだけ復刻してんだよ。あと5日でどんだけ回んなきゃいけねえんだよこれ。復刻してるやつとりあえず3周ずつ回って、 A20 でしょ、 VSP 限2020の S50-50 でしょ、でクリスマスプレゼントクエストやってえな。これ難しいでしょこれね、このクリスマスプレゼントのさガシャ難しいんでしょ。ガシャじゃねえクエスト。アキラが難しい。ひなみは？ひなみはS は攻略法が全く分からない。 S しかないんだけど。あ、え、待って、え、ひなみは C じゃん。なにこれ、なんひなみは C なの、なんでアキラ S なの、 A じゃねえのここ。なんでひなみ C なのこれ。ひなみはワンパン、アキラ、ひなみはワンパンできるけどアキラにワンパンされるのチートだろ。え、それ絶対一番最初の皮を一段目で剥がさないとワンパンされますでとかそういうオチでしょ。でめっちゃ硬いとかそういうことじゃないの。なんとしてでも一段目に一番最初の皮剥がせみたいな、そういう感じでしょ。そういう感じゲームでしょ。え、何それでもワンパン、それちょっとあれじゃない。え、避けりゃいいんだよ、避けりゃ。ああ、俺お得意の避けるガードするで持ちこたえるわ。だから前衛に出しとくのはガチャで出るアキラの SSR アタッチメントだよ。30% だっけあれ、わかんねえけど、確率で回避するやつ。あれでもう運ゲーリセマラおじさんでしょ。もう一発目の攻撃を避けるまで何回でもギブアップして挑戦するっていうスキルなの。あ、スキルなんだ。いや、スキルはきついな。あ、スキル、あ、でもそうか、スキルか。え、どうだろう、またいつものごとつの誕生日とか使わなきゃいけないのかな。あれあれ使うとね、パーティーの火力が底分けできないかなんか嫌なんだよな。スキルは1回8万くらい。8万ならまだ耐えれるでしょ。でこの前20万あったでしょ、俺動画の中で HP。 8万なら耐えれるでしょまだ。
8万なら全然いけるくない？で最近なら HP オールアッパー SSR つけてたら10万切ることはないでしょ、さすがに。剥がさなきゃ20万ぐらい、全然余裕じゃないか。ワンパンされるか。えクリティカルとか、あでもスキルってクリティカル出たっけ。スキルってクリティカル出た。ないわ。明日は明日の動画どうしよっかな。えしかも皮もいっぱいついてるみたいな感じで、皮何枚ついてるの。何枚皮かぶり、皮かぶりアキラ何枚皮かぶってるの。6枚、7、8枚。何枚だ、7、8枚。やめろその7、8枚って曖昧な数字。7、8枚ってお前曖昧な数字やめとけお前。7枚くらい、8枚くらいです。誰もなんか統一感がないんだけど、今んところ7が有効ってあれかな、一番確率的に7が多いかな、かなりとにかく多い。であれだね、難しくなってきたら上はどんどん皮を増やしていくと。でこれからどんだけガチャで出るキャラがインフレしようと、運営側からすると皮を増やせばいいっていう。とりあえずキャラの強さに合わせて皮を増やしていけばクエストの難易度なんてどうにでもなるって、調整が効くってこと。そういうことやな。グルカル復活したの、復活しましたよ心の中で、俺たちの心の中でグルカルは生き続けているんで。だから消費スタミナ1なら、あでもそうか、1回目のスキル受けて、どうせ2ターン目はスキル打ってこないんでしょ。2ターン目スキル打ってこないならもう2ターン目からはあれです、運ゲー、避けて避けて運ゲー、避けれなかったらもう1回行くみたいな。最後のアモンクエめっちゃ周回した思い出がある。いやあんね俺ね、アモンのねクエストね、いや俺毎日放送してたでしょあれ確か。いやめっちゃ思い出あるんだけど、ちょ待ってよ、画像ないかな。あんねアモンのさ、え多分画像あるわ、残ってるわ俺パソコンの中に、ちょっと待ってね。アモンのクエストは俺多分毎日周回してね、放送してたと思うで、俺の記憶上では。あった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 わ、残ってた。絶対やってた。あれちっちゃ、こんなもんか。あれだっけ、あ、そう、これあれだ、あれこれなんだっけ、これ新た回じゃねえわ、堂島回か、堂島回だっけこれ、久しぶりに見たこいつ、こいつがドロップするまで寝れませんをやってたんだ、そういえば。そう、腐れた花時間がなさすぎてクリア動画上げれなかった。いつかでしょこれ、いつかいつかいつか、これはいつかって読む。これで堂島、堂島じゃないよこれ、堂島だっけこれ、堂島回だっけこれ。ねえ、これでドロップするまで寝れまてんをやってたのが、あクソクソ懐かしかった。いやまじで懐かしいこれ。断罪有馬をいつもかませ犬にさせて
週末ありまでとどめを刺してた思い出がある。いや、クソ懐かしい。やばい、クソ懐かしいわ。久しぶりに思い出した。あの光景を、あの光景を久しぶりに思い出した。1個目アタック1万アップ、2個目ブレイク1万アップ、3個目スキダメ50カット、4個目対象ブレイクすると AP 全開、あだアタックポイントか、アタックポイント全回復で永遠に行動つうかあれか、9回ぐらい行動してくる可能性があるのか。ここダメージカット、50%、まあ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 、でもだ、あのあれだな、なるほどなるほどなるほど、サービス終了前の盛り上がりは、それはサービス終了前だから盛り上がったんでしょ。いや、言ってる意味わかんないかもしれないけど、サービス終了だから出し切ったんでしょ、さすがに。あ、これ画像よ横のままか、縦になんねん。いや、終わったソシャゲはね、あの復活した事例はあるっちゃある。でも復活したっていうよりかは、なんだろう、そのまたそのなんていうの、違うゲームとしてそのゲームが復活するみたいな、そのままは そのままそっくりは復活しないけど、なんだったかな、しかもそれ去年だからな。しかまあでもその終了させたのはその次のゲームにつなげるための布石っていうか付箋っていうかそういうのだったから、まあ、復活とは言わないのかな。いや、マジであのサービス終了のお知らせが来た時、家で飯食ってたんだけど、昼からさ大学行こうと思って飯食ってたんだけど、おなんかお知らせ来てんじゃん、おあ何時だったかなあれ、あ多分、ね、でも普通に昼飯だったと思う。昼飯の時にお知らせ来てて、メンテナンスが確か10時とか11時ぐらいだったのかな。でそれでなんかあれ、この画像じゃねえ、なんだっけ、ね、それでサービス終了誠に申し訳な、なんて書いたか忘れたわ。でもなんかサービス終了みたいなこと来てさ、ファってなったわ。びっくりしたもんだって。学校行こうかな、ちょっとグルカルオートで回しながらポケットつそうグルカルオートで回しながらちょっと歩いていこうかなと思って、ポケットに突っ込んクエストだけ入ってポケット突っ込んでいこうかなと思ったらさ、サービス終了とか抜かしおるからさ、ふざけんなよマジで。まあ、サービス終了したら何の動画上げていきゃええねんって。まあその時はインボークのあれも来てたけど、インボケの告知も来てたけどね、さすがに。ああ、まあでもそれにしてもでしょ。あれ俺サービス終了の時の画像ないのかな。まあいっか、でもさ、あれちょっと待ってよ、あれどこ行った、
あれどこ行ったんだろう。もういいや、もうこの画像で我慢しよう。オール襲来で我慢しよう。第1回で第1回レイドイベントがまさかのオールっていう、1回目で飛ばしてきたの。まあでもなんかなんだっけ、グルカルのダウンロード数的には700万ダウンロード2年で行ってたから、2年1ヶ月ぐらいでダウンロード数700万いってて、なんか運営も自分でなんだか700万ダウンロード誇るみたいな感じで言ってたから、まあ、なんかそのめちゃくちゃダウンロードされてるなみたいな雰囲気はあったんだろうけど、課金者が少なかったのか、なんかその諸説あるけど、諸説ある、課金が少なかったのか、そうなんかもうインボケの方がクオリティ高えしこっちの方がいけるやろみたいな感じで、まあそっちに移行したのか。別に課金者は少なくなかったけど、もっと伸ばすならインボケだろみたいな。まあ、でも言うてグルカルも、サービスしてるときはゲームシステムがゴミだとか、重すぎとかボロクソ言われてたけど、そういうことですわ。やばい、40分やっちゃった。終わり。30分って言ったのに40分もやっちゃった。終わり。唐突に終わるわ。ああ多分3割グルカル、7割インボケの話だったけど、終わりますわ。お疲れ様です。